く絶対いつか出会えるはずなの。沈みゆう日に寂しく一人拳握りしめる私。性格良ければいい、そんなの嘘だと思いませんか。曲作ろうよ本当に。いいですか。うん、なんかさ、
配信しない、せっかくだから。あ、曲をリリース。え、やだ、ちょっと言ってみて。曲を即興とかじゃなくて、うん、本当に作って、せっかくだから。皆さんどうかしら。いや、レコード会社とか怒られちゃう。レコード会社、大人の方々に許可は。いや、何も聞いてないです。大丈夫ですか。こう、いや、わかんない。まあ、いろいろ確認はしないといけない。リリース。リリース。みんなと一緒に配信で作っていきましょう。いつも赤だからさ、こうやって。音楽家同士ってずっとやってるよ、これ。みんなが止めないから止めないの。配信しながら作る。ああ、そういうことか。みんなの前で作ろうよ、今みたい。ええ、あ、作曲しながら。え、作曲の様子を見れるってことですか。まずい。まずくない。仮押さえ、61さんいけます。61さん、61さん、61さん、ハラコーミデビュー。ハラコーミデビュー。やーばー、ファンの皆さんと。え、うん、ちょっとさ、ハッシュタグハラコーミでさ、つぶやいてほしいよね。ほんと。じゃあ、悲しいやつ行こうよ、今。楽しかったから。確かに、ずっとウキウキそうな。出てこなかったらどうしましょう、どうしましょう。みんなが作ってくれるわ。私は楽よ、好き勝手にほら、こんなことで、こんなことでペラ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 喋ればいい。花火ちゃんは大変よ、花火ちゃんは大変よ。私のこんなペラペラに合わせて伴奏して大変よ。やっぱり暗い曲は似合わない。明るい明るい方向に行こうと行こうとするからさ、どうしてもさ、どうしてもね。いやー、さあ、じゃあ私帰るわ。え？いいねボタン押して。はい、今日はハラミンの生配信に突撃しました。ありがとう。ありがとう。いや、もう盛り上がったね。もう見たことないチャットのスピードで、いや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 、なかったですよ、もう文字が。面白い、面白い、みんな笑ってくれて、驚いてくれて。怖い。ここ家だもん。いや、本当にいつも見てるところでしょ。もう配信見てるもん。なんで住んでるところに小梅さんがいるのかまだ理解が追いつかない。楽曲制作は本当に本当に進める感じ。どうしよう、だってひらめちゃったの。私たちの即興見たでしょ、うん、見ました。で、あんなふうにできちゃうのよ。もったいないから、資源の無駄遣いなんで、あれをなんかこう1個のおにぎりにして、うん、作品にして。あ、いいですね、ね、おにぎり、うん、じゃあ6月13日はもう本当に本当に本当に抑えちゃって大丈夫ですか。私はもちろんでございます。いやー、もう走り出しちゃったの。もう生配信でも行っちゃってるんで。もう怒られちゃうかな。トレンド入りもしてたんで。そうだ。次回、ハラコーミ
といたしましてのデビュー曲を制作しようと思います。できるかどうかわかんないけど、そうです ね, ね一生懸命作品にしようと思います。はい、今日はありがとうございます。みんな楽しみに。6月13日